はい、どうもタンタンです。カラのウクレレをこちらまたご紹介したいと思います。独特の木目ですね。これジリコテっていうあの材料を使ってるんですけれども、ちょっとサップが入ってたりとか、裏もそうですね、非常に木目の綺麗な独特の木目の木材になりますかね。はい、こんな感じの一本になっております。これはソプラノサイズですね。 KA の ZCT の S というソプラノサイズジリコテボディの一本になっております。芯のあるしっかりとした音のする一本ですね。はい、これでいて価格も非常にリーズナブルな価格になっておりますので、マホガニーだったりアカシアだったりっていう入門モデルとはまたちょっと違った雰囲気になってるかなと思いますし、グロスフィニッシュも、ね、こう見ての通り非常に綺麗なグロスのフィニッシュにこちらなっておりますので、そのあたりも、サテンと、ね、グロスっていうのはまあ好み分かれるかなと思うんですけれども、非常に綺麗な仕上がりの一本になってるんじゃないかなと思います。このグロスのフィニッシュはこの木目の雰囲気もね、非常に綺麗に出してるのかなという感じがいたします。はい、ということでこちらカラの、ソプラノサイズですね。 KA の ZCT の S というジリコテという材料を使ったソプラノサイズになっております。はい、独特の木目の綺麗な一本になっておりますので、お問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。